天外魔境は1989年にハドソンから発売された PC エンジン CD ロム2用のコンピューター RPG から始まったゲームシリーズ。通称は天外。株式会社ハドソンは2012年にコナミデジタルエンタテインメントに吸収合併され、以降 KDE とレッドエンタテインメントがシリーズの著作権を保有している企画。原案は当時レッドカンパニーを主催していた。 ヒロヨウジ。原作はスミソニアン博物館東洋研究第3。主治の東洋研究家である、PH 茶田著、FARE ストオブエデンとされているが、これは、ヒロイラが作り上げた、架空の書籍であるは、原作者アダチヒの別ペンネームであり、アダチの個人サイト、アッシュの部屋のトップには茶田の肖像画が掲載されている。PH は、ヒロヨウジのペンネームで、 プリンスヒロイの頭文字から取っている。舞台は西洋から見た誤った日本館をコンセプトとする16から18世紀頃を時代設定とした架空の国ジパング。古来からジパングの危機になると現れて国を救った火の一族の血を受け継ぐ者たちの活躍を中心に描く。当初は実写映画やアニメ作品として企画されたもので、 およそ当時のゲームに収まる内容ではなかったが、媒体に CD r o m を使用することでゲーム化が実現した。なお、青の天外発表時の拾いへのインタビューによると、天外魔境は3部作3シリーズという、スターウォーズと同様の構想があったとのこと。その場合のタイトルはシリーズごとのまとまりが理解しやすい、第5の目視録、第6の目視録や、赤の天外等が考えられていた。 シリーズ累計で220万本以上のセールスを記録している。アニメーション、編集実写ドラマ、編集その他、編集ちなみに放送開始1週間前の9月28日には、東京ゲームショウのハドソンブースで、新番組スタート記念、公開録音をし、同日23時30分24時に、天外魔境発売記念スペシャル、天外ラジオ、黄金国伝説という名前で、 スペシャル版も放送していた。2では、マリによって生み出されたとされているが、0では、アグニによって生み出され、高間が原から使わされたという設定になっており、第4の目視録では、エデンという楽園を守護していた一族という設定になっている。火の一族が、どのような存在であるかは、作品ごとに異なる場合がある。あの、天外魔教シリーズの最新作が、ついに、 4gamer.net http://www.4gamer.net スラッシュゲームズスラッシュ120スラッシュ g012010 スラッシュ20100911002スラッシュ2015年4月24日閲覧天外魔共通万マ丸ハドソンニュースリリースウェイバックマシン NOM2003 年10月号 ボリューム63開発者インタビュー、ブラウザーゲーム、天外魔境ジパン G7、7月26日をもって、サービス終了一部文言、テキグラフィック、点滅表現などの修正あり、ありがとうございます。